西安大清神寺での練習風景海賊の中国武術とは中華人民共和国のムスリムである海賊に古くから伝わる武術を指す海賊武術の歴史は長く数多くの武術の達人を輩出した特に明朝に変わり新朝が中国の統治者になると海賊に対する迫害が一層に強まりこれが 結果的に海賊の武術鍛錬をより盛んなものにした。八極拳、新育国拳、壁がかり拳、左拳などが海賊の武術として有名で、河北省の総集などが海賊武術の中心地であった。海賊武術は原神教ウイグル自治区などで行われる中力系武術と大きく異なっている。詳細は八極拳を参照八極拳は、 新朝初期、河北省総集、もう村の海賊クレが最初に練習した憲法である伝承によれば、クレは同志の合体、その弟子の癖から八極拳を伝承された。ライト、癖は同志に変装した半身の死と思われ、何、ともあれ、クレは彼の五分生の大半を半身活動のため牢王国で過ごした。この時、八曲剣と同時に、 壁掛かり拳もクレショに伝えられたと思われるが、もともとは一つのもので後に分かれたのかもしれない。クレショの死後、彼の長女は、総集ら瞳村の男と結婚したが、どういうわけか彼女は、ら瞳村で壁掛かり拳のみを伝え、八極剣は、毛村のみで伝えられた。クレショの死後何代かの時間を経て、八極剣と壁掛かり剣は、やりみと称され、 毛村の近伝心から八曲剣、羅人瞳村の奇数杯から壁掛かり拳をそれぞれ学んだ理処分によって統合された。また、理処分は多くの有能な弟子を持ち、彼の大弟子、各伝閣は、新朝の最後の皇帝である不儀の護衛を務めた。各伝閣や大部分の理処分の弟子は漢族であった。理処分の平門弟子は、龍雲貴彫りで、龍雲貴彫りは、 彼が死ぬまでの10年間の間に教えを受けた。また、リュウクモキコリは入門時にすでに長剣と瞑想剣に長けていたという。孫中山、小介石及び毛沢東の護衛は見なり処分の弟子であった。八極剣は大極剣のような内科剣とも捉えられ、踏み込み、体重移動や、 独自の出力法を特徴としたいあたりなどの技も多くあり、接近戦を得意とする。今日、八曲剣は海賊の間でほとんど練習されなくなったが、クレレンシ、馬剣たち、馬霊達、馬目達などの有名な武術家が健在である。詳細は、左拳を参照左拳は、長剣系の剣法で、三刀召喚剣がその発祥地とされる。明朝時に、 神境の先祖か南寺という海賊が発明したと伝えられる。左剣は主に山東や河南地方で練習され、優雅で幅がある動作、アクロバティックな技及び武器の使用が特徴である。山東地方の左剣は、長・洋、李の三夜に分けられる、重祖寺団体、重祖寺左剣などの形で構成されている。海賊の左剣の使い手は多く存在し、 古い人物としては、大艦隊を率いアフリカ探検を指揮したテーワがいる。近代では、王子兵、馬金兵、蝶文広などが知られている。左権は今なお、海賊の中で広く練習され、同様に漢族にも広まっている。詳細は、七試験を参照七試験の七死とはもともとイスラムの七聖人を指していたが、後に武術の七つの形を指すようになった。 カナンの海賊の間で練習され始め、三世まで広まった。七試験のスタイルはその名の通り、七つの機関的な構えをとにしている。しかし、七試験の使い手は減り続け、今日では稀なものになっている。詳細は、開会十八中を参照開会十八中は、秘伝の武術で、その名の通り中を中心とした非常に実践的な武術である。 1970年に研究者が池江という名前の河北の海賊の海海18中の使い手を見つけるまで失われたものと思われていた。池江は6歳から3頭の特集の3デクイとで修行を始め17年の時間を費やし19種類の武術を身につけた。池江が33歳の時、彼はより強くなるためモスクのあの4万クに指示した。詳細は新育国県を 三省新意国権は、固い県の兄弟憲法で、カナンの海賊によって開発された武術で、最も戦闘志向的な中国武術の一つと考えられている。長い間、新意国権はその実践における強さで知られていたが、その練習法はほとんど知られていなかった。新意国権は、左権及び七世権と共に、ムスリムを守るための憲法である、教門権を成していた。 新育2県の近接戦闘を主とし、練習法は比較的に単純なもので、銃大型、四は、丹波などで構成されている。二世紀の間にわたり、新育2県の技法は秘密とされ一部の海賊を除き、伝承されることはなかったが、今世紀に入ってから、やっと漢族に広まるようになった。今日でも多くの新育2県の達人をカナンを中心とした。 海賊共同体で見つけることができる。漢族に広まっている新意国権は主に上海のロタカシダカを通じて伝えられた。中国では新意国権はロザン・とラクの2杯に分かれていると考えられている。特に後者は海賊以外にほとんど広まっていない。詳細は玉隊を参照団体は原型が インドのカラリパヤットの鳥の方であり、神教のトゥルファンから伝わり、左見の基礎鍛錬として行われている。本来には28式の玉体が存在し、それぞれが28個のアラビア文字に対応していた。しかし後に18式に濃縮され、それぞれの式がより複雑になった。玉体は他の中国武術に多くの影響を与え、基礎練習として改良。 採用されていった。このため流派により動作と風格が異なり、主に練習されるものとして十素地団体と十二素地団体がある。また、三東地方では独自の形を持つ玉台が存在しており、団体と呼ばれる。詳細は、通り備え剣を参照通り、備え剣は海賊の馬家に伝わる武術であり、主に壁がかり剣。 八曲こ小し古剣を中心に、複数の流派が総合された武術である。今日では、馬家の兄弟、馬拳たち、馬霊達と馬名達などによって伝えられている。通備内剣と通飛拳は、中国語での発音が、とんばいで全く同じであり、中国国内でも混同されやすいため注意が必要である。詳細は、通飛剣を、参照通飛剣は、 海賊が開発した武術ではないが、いくつかのアケは主に海賊によって練習されている。特に、バーキラーによって伝えられた、白煙通り事件は、北京の海賊共同体を中心に広がっている。長期層が、白煙通り事件の使い手として有名である。ありがとうございます。